今日付けで懲戒免職処分となったのは佐賀県内の公立中学校に勤務している30代の男性教諭です佐賀県教育委員会によりますと男性教諭は先月県内の飲食店で行われた懇親会で女性教職員に対して同意なく複数回キスをした上、二2次会でも同様のわいせつ行為に及んだということです 被害を受けた女性が同僚と上司に相談し発覚しました佐賀県教委の聞き取りに対して男性教諭は酒が進んで気分が高揚してしまったなどと話をしているということです県教委は職員の自覚を強く促し高い倫理観を持って行動するよう服務規律の徹底に全力を挙げて取り組みますとコメントしています